はい、おはようございます。ログス中村です。今回の動画は9月16、17、18の3日間行われました、天神ワークスさんのポップアップショーを、お届けいたします。今回も、代表の高木さん、それからアシスタントの鈴木さんをお呼びして、イベントの方を行ったんですけども、そのイベントの様子を、この動画でお伝えしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回も高木さん、はい、イベントにお越しいただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いただきまして、はい、今回、はい、弊社でもイベント7回目のイベントになるんですけども。7回目、そうなんです、すごいですね。ありがとうございます。この画面の向こうにおられる方にね、はい、天神ワークスさん の、はい、イベントのポップアップイベントの魅力っていうのをお伝えいただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、もうログスさんとはもう本当に7回ということは7年そうです。はい、この歴史のある長いですね、ポップアップにさせていただいておりますけれども、はい、ありがとうございます。今年も、はい、もううちの商品ほぼほぼですね、はい、全ラインナップを持ってこさせていただいて展示させていただいてるんですけれども、はい、弊社の方は卸がないんで、はい、この全ラインナップをこういうふうに会場で見れるっていうのは本当に機会が限られていることなんですけれども、はい、このこと滋賀県ではもうログスさん唯一で、はいはい、年に一度だけ、そうですね、はい、このイベントさせていただいてるんですけれども、はい、このイベントの主だった内容と しましては、ジャケットのセミオーダーができるということ、はい、これは実際来ていただいて、うん、ほぼラインナップはありますので、はい、その中でサイズを選ぶ、はい、カラーを好きに選ぶ、はい、これ実は着丈とか、うん、袖丈とか通常ですとお値段かかるんですけども、はい、このイベント中はもう好きに変えていただいて、それがまず無料、はい、あとカラーがうちは8色 の、 レザーのカラー、うんうん、そうです、これを好きなカラーにしていただいて、はい、これもカラーチャージか通常はかかるのを無料とさせていただいて、はいはい、しかもそのカラーをいろいろチェンジしてます。そうなんですよね。それも、はいはい、だからところどころでこう色を変えておられるお客様はおられますもんね。そうですね、オリジナル、はいはい、そういったことが無料になるのと、はい、あとレザーの今後付き合っていくにあたってのメンテナンスセットをうちで出させていただいて、はい、これもお付けするという、こんだけねたくさんのラインナップがあるんで、うん、革ジャンが欲しいなって思って見に来ていただける方にはすごく本当に整った環境だと思うので、うんうんはい、会場もこんだけ広い会場も使わせていただいてるんで、本当に皆さんリラックスして、ね、はいはい、落ち着いてゆっくりご覧いただけてるんで、 そうですね、その点もありがたい、はい、思っております。はい、ありがとうございます。私たちのこの動画が公開される頃には今年 の、 ログスでのポップアップっていうのは終わってるんですけども、はい、いつもはね普段であれば、うん、東京の北千住の、はいはい、ショールームでしか見れないっていうところが あるんですけども、弊社の後もポップアップのツアーっていうのが続くと思うんですけども、うんうん、とにかく天神ワークスさんの魅力を知りたいという方はこれからのスケジュール他のお店ででのポップアップっていうのもやられますので、お近くの方は見ていただいてもすごく楽しいイベントだと思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。いえいえ、お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、でね、そこでね、お大谷さん、今年2023年版がポップアップでスタートしてると思うんですけども、はい、2023年の天神ワークスさんのおすすめの商品、はい、これをぜひ皆さんに紹介いただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます、はい、ではちょっと早速、はいはい、やらせていただきたいと思うんですけれども、はい、2年ぐらい前ですからですかね、新しくちょっとレザーの方の開発、うん、旦那さんとありまして、それがキップレザーって言って、何かというと生後6ヶ月から2歳児までの小さな子牛の皮なんですけど、これがすごくですね、医療確認した時にポテンシャルが高くて、私の方もすごく気に入って、そのちょっとレザーの方でウェアの展開の方も
させていただいてるんですけど、はい、まあそれに少しオイルを加えてよりこうしなやかで、まあかつ軽くて、そして堅牢さを出したウェアシリーズっていうのをここ数年ではおさせていただいてるんですけれども、ね、はい、まあ、去年も人気だったまずこちらのこうですね、うん、はい、まあ、これフィッシュテールコートって、はい、軍物というか、うん、ミリタリーの、まあ、オーバーコートですね、はい、をモディファイさせていただいて、うちで、まあ、レザーで再構築させていただいたウェアになります、はい、これももう全部その小さい子牛で作ってるんで、まあ、中村さん見ていただいたら分かると思うんですけど、これだけのロングコートを、まあ、子牛ってこのぐらいですよ、はいはい、その革で作るのは結構大変なんですけれども、はい、これも私がちょっと着たものなんですけど、うん、この落ち感というか、はい、ドレープ感が出せるのもこの子牛の革ならではということですよね、はい、もう多分中村さんも着ていただいてと思うんですけど、はい、これ見た目以上に軽くて、で、まあ、着心地もさることながら、はい、子牛の革の特徴として親の牛よりも革の繊維が詰まってるんですね。繊維が詰まってるってことはその分風を通さない、なるほど、だから防風性に優れてるんですよ、はい、なんで軽くて薄くてしなやかなんだけどしっかりと風を防いでくれる、はい、はい、なんで冬はもうちょっと中に肝材着て上からガッと羽織るだけで、うん、もう十分。去年から思ってたんですけど、はい、これをレザーで商品化するっていうまず発想力がものすごくおしゃれだなと、はい、ありがとうございます、はい、思っておりました。ありがとうございます。でやっぱり今年もねこれは本当にプッシュだなっていうのもすごく私的にも思ってたので、はい、これは絶対に袖通してもらった方がいいと思います。そうですね、はい、あとそのレザーの腰感、うんうん、これが失われるのが僕は絶対に許せないというか、はいはい、このやっぱり所有感というか、ね、うん、レザー特有のワイルドさを持ちつつ、はい、その軽さがあるというところが、うん、はい、魅力かなと思います、はい、で今年ちょっと新しく、はい、実はこれハンティングベストなんですけど、はい、同じ先ほどのオイルドキップレザーを使ったものなんですけれども、うん、はい、数年前にリリースした形ではあるんですけど、うんうん、そのオイルドキップレザー開発させていただいて、その上でちょっと革を変えたんですよね、はい、そしたらこれすごく良くて、うんうん、私も、まあ、こっちの革にしてすごくまた商品の魅力が、はい、再確認できた商品ではあるんですよね、はい、でものすごく今年出してすごく人気で、うん、前から、まあ、形としてはあったんですけど、はい、この素材に変えてからすごく人気で、まあ、私も着やすくて自分も、はい、着てるものなんですけれども、この前ちょうど YouTube の撮影でご存知だとは思うんですけど、うん、ライトニングの小川さんもこれをご注文その場で、はい、なるほどしていただいたぐらい、結構モヒカン小川さんがこの色ですか。この色です。すごく似合いそうです。こうイメージができました今、はいはい、これいいね、結構今流行ってるそのジージャンとか、うんうん、その上からこう着ていただくのもいいし、そうですね、こう冬場だったらインナーに刺していただいても、うん、薄いんで、はい、さばらないで先ほど言った防腐性に優れてるんで、うん、そうですね、うん、確かに。でもこれは革ジャンっていうこのカテゴリーの中で革ジャンはちょっと、うんうん、まだ僕にはとか抵抗ある人にもすごくいいですよね、はい、こういうアイテム、はい、めちゃくちゃ対照的ですけどすごくいいですね。そうですね、レザーオンレーザーで着ていただいても重苦しくない。そうですね、はい、なるほど。ちょっと色を変えてね。そうですね、うん、それで楽しんでいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ラストはラストちょっと今ちょっと着させていただいてますけど、はい、これも実は革をこのオイルドキップを変えて、うんうん、展示ワークスの方で再リリースしてさせていただいた、はいはい、フーディーなんですけど、うんうんうん、これもすごく着やすくて、ちょっと中に着てもらってもいいですか。いいですよ。これはね気になってました、はい、本当に。うわ軽いですねマジで、うんうん、似合いますね。いやいや、革のね、革を着てるっていう感覚じゃないですよね、うん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 、本当に見た感じにもいい意味で乾かしいっていうところがないと思うんですよね。めちゃめちゃ着やすい、はい、そこですよね、はい、これだけ、まあ、フードもついて、はい、うん、でフードがやっぱりこの落ち感とかが出る、やっぱこの厚みとこの素材っていうのが、はい、すごくこだわったところで、はい、これもそうですけど、うん、まあ、天神ワークさんの革ジャンのイメージってあるじゃないですか、はいはい、昔からこう、はい、もうずっとやられてるので、うんうん、本当に新しい提案ですよね。
ありがとうございます。いや本当そう思います。もちろんね今おすすめ参戦していただいてるんですけど、はい、それ以外でもある中で、はい、もうなんか新しくもう仕掛けてはるなって感じが、はい、とんでもない。ただあれですよね、レザーのなんか固定概念っていうのを、はい、まあ少しそれは取りたいなっていうところと、はい、ただずっと言ってるんですけど、はい、このやっぱ男性が、僕もそうなんですけど、このデニムとかもそうですけど、こういうアメカジの好きなところって、うん、やっぱその質実剛健的な、うんうん、こう強さもあると思うんですよ、はい、そうですね、だからそういったところをギリギリちゃんと保って、うん、それで着やすいというか、うん、合わせやすかったりとか、ね、他のものに触れるファッションとして、いやめちゃくちゃいいです、はい、させていただきたいと思います。ぜひ今後 あの展示マークさんのおすすめチェックポイントですね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。インタビューいいですか？大丈夫です。ありがとうございます。あの先ほどベストをオーダーいただいたということで、はい、ありがとうございます。お聞きしてるとベースはこの、はい、ハンティングベストの、グリーンをベースに作っていただいたということで、はい、でちょっと変更した場所があるというのをお聞きしてたんですけど、はい、どこを変えられたんですか？ど、はい、2箇所2箇所まだあるんですけどね。あ、そうなんですか。どういう風に変えられたんですか？ここも単に細かい部分をバイカラーというか差し色を入れたってことですか？はい、こっちなみにポケットは何色？ネイビー。片方だけ。あ、こっちだけ左側だけネイビー、はい、入れられて、他は？は裏のフラップだけ。ちらっとおっしゃった襟元とかは？これは単に。あ、ここも単なんですね、うん、あ、すごい。ベースはこのベストでいろいろこう配色を変えられて作っていただいたということで、すごいめちゃめちゃ完成楽しみです。楽しみです、はい、どれくらいかかるっておっしゃったんですか？5ヶ月ぐらいか。5ヶ月、今から5ヶ月、ちょっとあの年はまたいでしまうと思うんですけど、はい、楽しみに。楽しみ、はい、ですね。すいません、ありがとうございました。突然のインタビューありがとうございました。すいません、突然のインタビューいいですか？今日はありがとうございました。来ていただいたんです。あのなんかオーダーしていただいたみたいで、ベストはい、これですよね。はい、そうです、はい、このハンティングベスト、今日これ本当にね人気なんですよ。何人かオーダーしていただいてて、このベスト、あ、そうです、はい、かっこいいですよね、これかっこいいです。僕も着てます。ありがとうございます。で、なんか今回からこのヒップスキン、すごいエンジンワークスさんも押してはって、僕も聞いてたんですけど、あのヒップスキンにされたって感じ。あ、そうですね。ですよね、はい、軽いですよね、めちゃ軽いです。着た時にすごい柔らかくて着やすかったもんですから、うん、なんか普通にストレスなく着れそうですよね。そうですね、はい、で、色目はどうされたんですか？色目は全体をこうバーガンディ、バーガンディの赤系の色目をして、で、ポイントでここをポケット、はい、はい、後ろのポケットをちょっと黒にして、あー、アクセントいいですね。バーガンディのベースにされて、はい、この辺を黒にされたってことですね、はい、あー、やっぱこれ天神ワークさんならではですよね。仕上がりめちゃくちゃ楽しみですね。ですね、はい、何ヶ月ぐらいっておっしゃってた？半年ぐらいと聞きましたけど、待つのもまた楽しみですね、ですね、はい、ありがとうございます。今バッチ来てますよね。僕は今ちょっとまだ検討、はい、あ、全然検討してください、はい、でも今日来て来られたんかなっていうぐらいめちゃくちゃハマってるんで、はい、あのベストではなくジャケットを一応、はい、なるほど、ぜひあのお時間許す限り検討していってください、はいはい、突然のインタビューありがとうございました。ありがとうございました。すいません、突然のインタビューありがとうございます。ご協力いただいて、今日バッチリお出していただいたということでありがとうございます。エンジンワークスさんならではのタンのライダース、いいですね。やっぱこれイメージしていただいてたんですか？そうですね、もう最初僕もお話しさせてもらってて、このイメージで、ね、着ていただいてたっていう感じだったんで、はい、はい、で、あのサイズをね、はい、選んでいただいたということで、はい、はい、これもね、エンジンワークスさんならではの魅力なんですけど、46というサイズにされて、で、袖丈とかはちょっと短くっていうか、そうです、そういう感じですよね。そうです、はい、そういう風にできると自分だけのね革ジャンができるっていう感覚で嬉しいですよ、ね、はい、はい、もうこのターンはもうバチバチ着てもらって、もう本当にいい飴色を出してください。はい、はい、本当に今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。インタビューいいですか？ありがとうございます。今日は、はい、このコートをオーダーしていただいたということで、はい、ありがとうございます。いきます。このフィッシュテール最高です。今日の決め手は何ですか？
あ、もうとにかくもうかっこいい。あ、いいですね、うん、もうこれだけでですよ、ね、え、色はちなみに何色で？あ、これです、黒です。このままで、はい、このままで、OK、サイズはちなみにいじり貼ったんですか？42。あ、ちょ、サイズは42で、はい、大きめで、はい、で、袖丈とかはそのままちょうど、はい、あ、いいですね。僕やったら多分ね、ちょっといじらないといけないんですけど、どれぐらいかかるって言ってました？わからないです聞いてない。あ、じゃあまた聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、いいのできて楽しみですね。楽しみ、はい、はい、楽しみでしかないです。ですよ、はいはい、じゃあちょっと完成を楽しみにして、はい、僕ちょっと納期後で聞いておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。インタビューいいですか？あ、いいですか？大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。今日お越しいただいて。はい。なんか、すごく革ジャン迷っておられるということで。革ジャンは、はい、ちょっと迷っていますね。ですよね。どうやら、この2着で。僕ね、この色ね、天神さんのこの色めちゃめちゃかっこいいなと思ってて。これ、なんていう色かご存知ですか？この色これね、コバルトですよ。コバルトですね。そう、コバルトブルーらしいんですけど、はい、これね、で、この2方で迷ってるってお聞きしてたんですけど、はい、なんせね、色の経年変化がめちゃくちゃ変わると。はい、そう、なんで、この色、僕個人的におすすめなんで、ぜひ検討してください。はい、はい、前、後ろ向きに検討します。わかりました。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、本当にゆっくり悩んでください。はい、はい、ありがとうございます。以上、お悩み中のお客様でした。です。インタビューいいですか？いいですよ。いつもありがとうございます。いい、YouTube3 回目の出演のお客様なんですけども、どうやら今日の天神ワークさんのイベントの A1 グランプリに出されてると。そうですね、ね、伺ってます。ちなみにドイツでコーチジャケット、いいですね。このね、単色すごくA1 グランプリも人気なんでね、ぜひね、こっから予選突破していただきたいんですけど、ちょっと楽しみですね、結果が。そう、今日ちなみにイベントでちょっと気になられてるアイテムありました？フィッシュテール。フィッシュテール、あ、これですね、これですね。いいですよね、この形めちゃめちゃいいですよね。これね、やっぱこれを革でやるってい う、ね、考えがいいですよね。はい、まだ A1 グランプリでこのフィッシュテール出てる人いないですよ ね、まだですね。ぜひご検討ください。はい、はい、ありがとうございます。インタビューいいですか？はい、どうぞ。いつも僕のインスタグラムでもお世話になってる方なんですけど、いつもありがとうございます。いい、今日 もうたまたまのお揃い で、はい、ありがとうございます。いや、今日はね、はい、天神ワークスさんの A1 グランプリ予選として、はい、出していただいてるんですけども、こいつね、はい、プロですね。ね、さっきの方もね、出されてるってお伺いしてるんですけど、ここからね、やっぱりここの関西地区から優勝者は出したいです ね、本当にそれはありますね。ね、ちなみに今日ちょっと悩まれてるやつってありました？やっぱこれですかね、フィッシュテール。いや、ちょっと待ってください、皆さん、これほんまに人気ですよ。これめちゃくちゃ人気ですね、今日。これは出た瞬間から思いましたね。あ、そうですか。皆さんすごい注目度ですね。僕今日ね、こう動画回してる方だけじゃなくて、これを悩んでるっていう方何人も聞いてるんで、まあいいですよね。じゃあ後でこれね、また撮りましょうか、一緒に ね、またね、はい、はい、撮りましょう。僕インスタグラムでちょっとこれ撮ろうかと思います。以上、すいません、インタビュー、突然のインタビューありがとうございました。ありがとうございます。
さん3日間、はい、ありがとうございました。こちらこそお世話になりました。ありがとうございました。3日間どうでした？今年のポップアップ3日間通して。今年というか、はい、もう毎年ですけれども、はい、もう本当にたくさんのお客さんに来られていただいて、もう楽しくてあっという間に終わる3日間なんです。ありがとうございます。はい、今年も大盛況の、はい、ありがとうございました。いただきましてありがとうございます。ね、遠方から本当に、はい、お越しいただいたお客様も、そうですね、新規のお客様もたくさんいらして、ね、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。っていうこともあってね、うん、また来年来年のお話ここでさせていただいてもこちらこそございますですよね。ぜひぜひ。いやいや、ありがとうございます。続き、はい、でもよろしくお願いします。いいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、弊社がね、来年、はい、40周年ということも、なんと、はい、価値会での40周年はい、40周年やばいですね。0歳の人、40歳のおじさん。そうなんですよ。もう僕がほぼそれに近いんですけど。なるほど、なるほど、はい、そうなんですよ。40周年っていうこともあって、素晴らしい。はい、ぜひとも、来年もね、そうですね、ポップアップしていただけたら私たちも嬉しいので、ありがとうございます、はい、ぜひその力の分やれればと思いますんで、またね、近くなったらね、はい、何かを通して、そうですね、しっかり日程の方を決めさせていただきますので、はい、また今年もありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。